プレオプレオはアメリカ合衆国のユボビーゴ社が開発した恐竜型のロボットである。カマラサウルスの生後1週間の子供という設定になっている。多くのタレントや芸能人の中でも流行っており、プレオを飼っている人も多い。ファービーの開発者の一人であるケーレブちゃんによって開発された商品である。全長30センチメートル、重さ1.5キログラムで、 体の上半分が緑色をしており、下半分が茶色をしている。14個のサーボモーターと38個のセンサーを備えており、これらを駆使して恐竜の子供の動きをリアルに再現している。ライフ o s と称する人工知能によって動いており、成長過程での経験の仕方により、性格が異なって成長する。リアルな動きは、 まるで本物のような感動さえ与えてくれる存在。プレオは癒しのロボットとしても定評があり、ペットが飼えない家庭や、高齢者の癒しロボットとしても活躍している。ペットとは違い、飼い方がとても簡単で、世話がいらないのが特徴である。散歩もいらない、餌もいらない、匂いもない、汚れない、アレルギーでも安全、感染症もないので、ペットセラピーに変わる。 ロボットセラピーとして活躍している。プレオは内蔵されたソフトウェア以外に SD メモリーカードを利用して別ソフトで楽しむこともできる。ソフトとしては以下のものがある。ありがとうございます。